加糖練乳加糖練乳とは、牛乳に糖分を加えて濃縮させた、粘度の高い液状の食品である。日本においては英語に由来する、コンデンスミルクの名で一般に呼ばれている。糖分を加えていないものは、無糖練乳と呼ばれるが、単に練乳と呼ぶ場合は、こちらの加糖練乳を指すことが多い。英語のコンデンスドミルクは濃縮乳全般を指す、概念である。日本では、 コンデンスミルクが、加糖前、油練乳の通称として用いられており、砂糖を加えないで生成した、無糖練乳とは、区別されている。英語のコンデンス度は、KNDNST と発音し、かな天気としては、コンデンストミルク表記が近いが、コンデンスドミルクとも表記される。コンデンスミルクという表記は1872年の新聞雑誌記事に要例が見られる。 なお、練乳の本来の表記は、加熱生成した乳という意味の練乳であるが、練りが常用漢字に入っていないため、法令では、練乳、新聞等では、練乳と書かれる。成分は乳等症例で、乳脂肪分8%以上、乳固形分28%以上、すべての糖分58%以下と定義されており、一般的な製法は、 原料の牛乳に砂糖を加えて煮詰め、液体に光沢が現れたら、加熱を止めて冷却し、しばらく寝かせた後に、缶やチューブに詰める。牛乳に砂糖を加えるのは、甘みをつけるのが第一の目的ではなく、液体化した初糖を濃厚にすることで細菌の繁殖を防ぎ、保存性を高めるためであり、 初糖が結晶せず乳糖が最小限の結晶となる限度まで加えられている。これは容器への充填後に殺菌するのを省くことを図ったものである。この製法は1835年にイギリスのニュートンが考案した後、1856年にアメリカのゲール・ボーデンが工業化に成功し製品として売り出した。最近の製品は加熱殺菌して出荷されている。 カトーレンチ,チチは、当初は新鮮な牛乳を得にくい場所で、湯で薄めて、飲用にしたり、コーヒーや紅茶などに加えて飲むために用いられた。現在も、ベトナムではコーヒーにカトーレンチチ,チを入れて、飲むのが、一般的で、この飲用法は日本でも、ベトナムコーヒーとして知られつつある。日本では一部のコーヒー飲料にも使われていて、マックスコーヒーに代表されるような濃厚な甘みと、 ミルク感を持つコーヒー飲料を作り出したりしている。また、香港では、香港式ミルクティーの一種の茶草や塩王茶の一種のおしそうとして紅茶などに用いられている。現在の日本では、飲用よりもいちごやかき氷にかけるパンに塗る菓子やアイスクリームを作るときの材料として用いるなどの用途が多い。一時期、母乳が得られないときに、 育児用に用いられたこともあるが、乳児が分解しづらい初糖や乳脂肪が多く含まれ、逆に核酸などの不可欠な成分が不足するため、専用の育児用粉ミルクが開発された現在では、避けられている。ありがとうございます。